25日サッカーパリ五輪リアジア最終予選兼優23アジア杯準々決勝日本カタールドーハ1996年アトランタ五輪からの8大会連続出場を目指す日本と開催国カタールの死闘は2-2で延長戦に突入したカタールの GK が一発退場となり日本は前半41分に数的優位となるも後半で奪った得点はセットプレーからの1点だけだった 決定機を外すシーンも参見され、X、w ツイッターでは、数的優位がトレンド入りした。日本は数的優位に立ったことで、何度もゴールに迫ったが、決定力に欠けた。数的優位は感じますが、数的優位を生かしきれていませんね。数的優位関係ない CK からのゴールだけかよ。フォワードが点を取らないとこうなる。などと辛辣、辛辣、な声が相次いだ。 日本時間木曜深夜の試合とあって、数的優位なのに、点決められなすぎ寝れないやん、数的優位もものともせず社会の睡眠時間を削り倒す大岩ジャパンという悲鳴も漏れた。